はい、それでは木の先にて内容を読み取りシート34を見ていきましょう1つ目の質問1匹の蜂の死に対して他の蜂はどんな様子だったか、えー、これはですね、えー、と3の場面ですので教科書で言うと88ページから89ページのところを見ていくことになります1匹の蜂が死んでいるのに対して他の蜂はどういう対応をしていたか、えー、これは89ページ2行目に書かれている通りつまり一向に冷淡だったというのが正解になります つまりこの死んだ蜂に対して他の蜂たちが例えば様子を見に来たりだとか、死んだことに対して悲しそうにしているだとか、そういうことが全くないということですね。では2つ目の質問です。死んだ蜂を見て主人公は何を感じたか。えこれは89ページに書かれているのが2つ繰り返されています。静かな感じを与えた。寂しかった。 これは6行目にも書いてある通りそう書いてありますし8行目にも寂しかったしかしそれはいかにも静かだったというふうにあります。ですのでこれは静かな感じというのを一つ感じていてでもう一つ、まあ、どんな感じ方というふうな言葉ではないですけれども、えー、と寂しかったということを言っているわけですね。 では、次の質問。まあ、ここに関わってくることですけれども、死んだ蜂を見て、主人公はどうして静かと感じたのかということですね。えっ、ー、と、これは八十九ページの最後から、え、三行目ぐらいですかね。せわしくせわしく働いていばかりいた蜂が、全く動くことがなくなったのだから、静かであるというふうに言っています。えー、つまり、今までずっと動いていた蜂が急に動かなくなった。それに対して、静かというのを感じたというふうに言っているわけですね。 さあ、えー、蜂のことについては以上です。えー、これはその前の場面にあった、自分がよく考えていた毛語のことについて、えー、これとほぼ同じような感じで話が進んでいたわけですね。では次、4番はネズミの質問です。えー、逃げようとするネズミを見て、主人公はどのような動作の表情を感じたかです。ここでは動作の表情という言葉がヒントです。えー、90ページの13行目。 顔の表情は人間に分からなかったが動作の表情にそれが一生懸命であることがよく分かったというふうにありますえ先ほどのハチの話では死んだハチもう静かになったハチを見ていましたけれども今度はネズミもうそろそろ死んでしまいそうだというそのネズミを見たときに一生懸命さを感じたということですねでは最後の質問 逃げようとするネズミを見て主人公はどのような気持ちになったかというところです。えこれ教科書九十一ページをずっと読んでいきますと六行目自分は寂しい嫌な気持ちになったというふうにあります。 でもこの寂しい嫌な気持ちというのはどんな気持ちなのかということなんですけれども死ぬという運命の目の前になっている時死ぬという運命が目の前にある時にどうしても死から逃れたくて逃げ回ってしまうそのネズミの様子を見てでもああいうのは当然あるだろうなというふうに感じてしまっているでもそれは嫌だなというふうにも思っているそういう場面ですね。 ではこの場面ネズミの死を迎えるという場面を見て私はどういうことを考えたのかというのはまた授業でやっていきたいと思いますでは読み取りシート2については以上で終わりです